はい、こんにちは。この間ね、アルティマ RTR を使って箱開けの動画、あとそのままのシェイクダウンの動画をお見せしましたが、昨日ね、昨夜ね、早速このマシーン、ドノーマルの状態でレースに参戦するというのをやってみました。で、結果から先に言いますと、昨夜ね、21人のご参加いただきまして、予選は18位かな。で、決勝終わって結果14位というね、結果に終わりました。いかがですか？これはね、あくまでね、あの RTR の箱を開けてタイヤだけね、競技用タイヤにした状態での、実際このプロポを使ってね、レースの出走、14位っていうのはね、かなりいい成績だったと思います。十分ね、自分で言うのもなんですが、レディオガが結構ね、レースレベルが非常に高くてですね、その中で競技レベルで走れるっていうのは、相当のポテンシャルがあると証明できたかなと思います。ただね、もちろんタイヤを変えたドノーマルということがあるんですが、若干だけセッティングしました。それはね、このショックオイル標準ついてるのが、何番かさっぱり不明なんですけど、ちょっといろいろ試した結果、アソシのオイルで35、確かね、フロントがね35、リアが 32.5 というのが、ちょうどいい具合かなというところにね、落ち着いて、もう今も非常にいい感じです。35、32.5 で、とりあえずいいところに来たかなと。で、あとギアデフのオイルですね。ギアデフもちょっと開けてみたら、なんかほとんど入ってなかったんで、とりあえず、ちょっと試した結果、1万番のオイル入れたらね、かなりいい感じになりました。この動きをね、正直ね、ちょっと、走るとね、欠点と言いますか、やはりね、このプロポとこのサーボというのが、一番ね、ちょっとこの戦闘力を若干阻害している部分があったので、とりあえずね、ここまではお金かかってないですね。セッティングとして、ダンパーオイル、ちょっとギアデフオイルがかかりましたけど、まだここまではお金かかってない状態です。なので次はね、次の出走の時はね、そうですね、どこまでやろうかな。とりあえずプロポ、サーボ、アンプ、モーター、金額でいくと、そうですね、ステップアップ的に、例えばアンプとモーターで、ブラシレスでね、1万円、実売1万円とか1万円以下ぐらいでね、競技セット売ってますんで、そういうぐらいのやつをちょっとつけてみようかなと。で、プロポとサーボに関しては、サーボも市場価格、4、5000円でね、そこそこ十分なサーボあります。で、プロポ、ちょっと私、入門用サーボって実は持って、プロポって持ってないもので、3世代、4世代ぐらい前の、古いプロポがあるのでね、おそらく競技セットでどうでしょう、1万5000円とかね、出せば、最初のステップとしては、ちょうどいい金額のね、プロポ相当のものをですね、一応装着して、他はまた一切いじらずにですね、また参戦して、この結果というのをね、ご報告したいなと思います。とりあえずはこのまんまタイヤだけ交換で、14位入賞ということでね、いや、これはすごいポテンシャルですね。本当にね、これね、かなり結構やってらっしゃる方が動かすと逆に難しいかもしれないです。普段いいプロポとかね、いいアンプ、そんなものを使ってるとちょっとこの反応の悪さにちょっと面食らってね、難しいかなと思うんですけど、これからやるっていう人にはね、本当にまずはこれで十分だと思います。で、いや、使う人が使えばね、僕がうまいとかそんなんではなくって、頑張ればそんなんでもね、本格的なオフロードコースで、タイヤ変えるだけで戦えるっていうのは証明されたかなと思いますんで、またね、次の動画もね、楽しみにしていただければと思います。それでは今日はね、こんなところで、失礼いたします。